こんばんは、ヤッホン、ヤッホン、ヤッホン。おはようヤッホ。ッホええ、公演、世代交代全夜公演、ありがとうございました。ええー。三、あ、三月じゃない。十 <laughs> 月三十一日、ハロウィーン、ありがとう。平山さん、ハートありがとう。 あれ仮装は仮装ね今しようと思ったけどあの配信が12時までしかできないねでちょっと時間早い方がいいかなと思ってさっき帰ってきてちょっとできなくてごめんなさいすみませんえっ、ー、とクロスの構想クロス今日やったのありがとうでもでも <laughs> でもでも歌ってたわ今ちょっと待ってね ねクロスねびっくりしたよねみんなリュウもびっくりした最善でリュウが夢中幸せでした本当は良かった嬉しいもうすぐ誕生日そうもうすぐ誕生日あとえ待ってあと一週間やば早えやば <laughs> マジ興味に行きたかった会師ダンスがに大好きすごすぎるあーありがとういやもうね D M M 配信でぜひ見てくださいうわあクロスでもね本当にねあのね自分がクロスだクロスをやれると思ってなかったからもうめっちゃうれし嬉しい しかもめっちゃ楽しかった。リオ、久しぶりに見た。<laughs> ありがとう、来てくれて。久しぶりに会えて嬉しいです。ね。ユニットびっくりしたよね、リオも。待って、コメントがめっちゃ流れちゃう。そう、来年、また、あの。楽しみにしてください。ユニートね、楽しかったね、楽しかったよね。え、今日の公演さ、どうでした。 今日の公演どうでした？リップ赤みつえの珍しい気がする。確かにえでもこれあのこの前のあの握手会の時にの後の配信でめっちゃなんかみんな可愛いって褒められたんでこれに知ってます最近。<laughs> なので今日もあのそれです。クロスセンターありがとう。 え本当にまたたやりたいめっちゃなんだろうなんか「テモでも」とはすごい違うじゃないですか。てかあのもう本当になんだろう「テもでも」はすごいなんか落ち着いた曲だけどクロスはもう「ザ・バーン!」の「バーン!」って感じの曲なのですごく最高ですもう。えしかもさなんだろう自己紹介の時ってまださ 自己紹介の位置でユニットがクロスとテもでもの子が前列にいるじゃないですか。で今日はレーニャあやみじゃないレーニャえっ、ー、とレーニャみそらリオコヨリンユマちゃんが前列にいてでもみんなあのだからもう絶対あのみんなが予想してなかった感じだったろうなって思いましたよ。 ねもうこよりんセンターで週間もシンポジであのリオ天ナとリオのポジション天ナのポジションでそう週間もシンポジだったんですよなんかあのごめんなさいあの今コンタクトを取っちゃってここまで近づかないとねコメントが読めないからちょっと近いんですけどごめんなさいそうえすごくねもう楽しかったです なんかもうさ、なんだろう。こよちゃんがセンターで入って、なんていうの、振り向く瞬間ジェネレーションチェンジの。ちょっとごめんなさい。怪我。怪我、怪我口に入っちゃった。取れた。振り向く瞬間ねなんかもうざわついてるの聞こえてきました。なんかもう本当に。あのね、今日嬉しかったのが。あのね、客席が最初キャンセル。 街とかキャンセルとか出てて最初埋まらない感じだったんですけどあの皆さん当日募集でたくさんの方が来てくださってなんかね久しぶりにやっぱあの新公演とか千秋楽とかあると他の公演9期生の公園も来そうなんですけどってなかなかねみんなそっちに行くんで埋まらないことが多くてでなんか全然最近はもう後ろ2列の席がちょっと空いちゃってるとかが多くて。 なんか久しぶりにあのー、なんだろう、あのー、ジェネレーション・チェンジでこの前向いた瞬間にもう久しぶりに後ろまで入ってるのを見てもうマジで本当に泣きそうになっちゃってもう本当ににんかもう思い出しただけで泣きそう本当にもうめっちゃ嬉しくてもう思い出しただけで見てほら目がうるうるしてくる <laughs> もうそれが本当に嬉しくて。 そうああ最後から2番目でギリギリ入れてえっすごいそうなんか今日あの入れなかった方もいたみたいでまあリ,リオたちがさたくさんなんかなんだろうあの公演前のやつとなんだっけツイッターの動画とかで。 なんか新しいことがあるかもしれませんみたいな匂わせとかしたからあるはずだと思うんですけど、まあ、ハロウィンっていうのもあってねもうそれがすごく嬉しくて嬉しかったことですね今日そうそう新公演とかね始まるとねゆまちゃんタンポポで泣いてた本当にね めっちゃ匂わ,に匂わせてたよねもうね本当にね「たんぽぽの決心」でもう私ももうめっちゃあの,あの曲って本当に歌詞がいいじゃないですか歌詞がいいっていうか歌詞が素敵な歌詞なのでもう今日の,あの公演はすごく嬉しくてもう涙をこらえるのが必死でしたあの最後の「たんぽぽの決心で」でうるうるしてたの分かったよえ本当に 分かったじゃああのでも私結構あの顔に汗かく人なんであのそれでちょっとな流れてもバレないかなみたいな感じだったんで大丈夫です全然。握手会で初めて見てすごく美人さんでびっくりしましたえ嬉しいありがとうございます初見のぞちこさん。あのぜひあのね今ね公演のね話をしててねあの私いつも「手もでもの涙」の公演。 でユニットやってるんですけど今日は初めてね違うクロスをやりましてその話とかあの満席満員で嬉しかった話とかしてますのでぜひ公演も来てくださったら嬉しいです。お菓子あげないと富士山まで投げられる寒いよ。<laughs> はいお菓子ください皆さん。カードリオミで嬉しかった本当ありがとう そうハロウィンのねあれ結構可愛く描けたのかなって思うのであのハロウィンのポストカードそうそうぜひあのもらった方あの大切にしてください今日無理して行ってよかっためっちゃ楽しかったえ嬉しいもうそう言ってもらえるの一番嬉しいですにで <laughs> 見に行ってて「ありがとう」来てくださった方「西さんお菓子ありがとう」 ユニットもこれから変わったりするのどうなんだろうねでも本当に今日はユニットもほぼシャッフルみたいな感じで制服レジスタンスだけ変わらないメンツだったんですけど使えてない大丈夫めっちゃ元気3番手ポジションもしてジェネチェンで鳥肌もえ本当にあのねあのね3番手のポジションもねまだ2回目なんですよであのこれからね クロスやることまだもうないのかなどうなんだろうわかんないですけどまあ3番手のポジションもクロスもね極めたいですよね他のユニットもやってるし、えー、次でもやるとしたらなんだろう制服レジスタンスかなえリオビカード自引きしてこいえ、ね、見ましたよおめでとうすごい17分の1をおめでとう今日のクラスかっこよかったありがとう クロス若えもう若たんもめっちゃ教えてくれましたあのねちょうどそのハロウィンの動画撮った時にねあの教えてもらったんですけどもうここはこ,うこれでこうでマイクスタンドはこう持ったらやりやすいからとかもう本当にねたくさん教えてくれてねもう若旦大好き <laughs> 若旦ラブですラブ丁寧に教えてくれて。 あ,のね、あともねそうツイートもしたんですけど今日美空がめっちゃ本当に何だろうあのリハやる時とかあのリハ終わりでなんか何でこういう感じでこうどうだったかなって聞いたらもうめっちゃあここはもう,あのもうちょっと手をこうした方がいいよとか何だろうアドバイスもくれたしそのクロス本番始まる前に。 落ち着いてやれば大丈夫だからってめっちゃ励ましてくれて本当にね。あの美空はあのこの何て言うんだろう？結構前のライブのリハ期間でなんかけ長文でね。めっちゃね。励まして、初めましのメールをくれたり line をくれたり。 すするくらいいい本当にいい人なんですよでこ今日のクロスも一緒にやってやっぱみそらっていいやつだなって実感しましためっちゃ励ましてくれましたよあのリハリハじゃない本番で始まる前もう終わった後もなんかもうあのめっちゃはい励ましてくれました大丈夫大丈夫ってだからねキュウキは本当にねいい人がいっぱいいるんですよ えそうリオピクロスやったよクロス <laughs> あと少しでリオピの魅力に気づきそうですもう早くしてください気づいてくださいもう気づいてるんじゃないですか実は流れ星ってさ3つもコメント並ぶことある <laughs> 流れ星はないでしょうないよ流れ星はえある流れ星 もうリオの中のイメージでは流れ星はもうなんか56歳のなんか精神年齢があの <laughs> 精神年齢というか、まあ、年齢が低めの,あの感じっていうのを聞いたんで明先生が言ってたのを聞いたんであのないですね私は <laughs> きっと <laughs> どうなんだろう、まあ、あるかもしれませんね今,日今回のクロスもね。 ないないないいと思ってたらあったのでいつかあるのかなどれくらいで覚えたのえどれくらい1週間前とかだった気がする言われたのが1週間くらいですねマイクスタンドはね本当に難しいんですよねマイクスタンドがあるあのユニットって目がめっちゃ疲れてる マイクスタンドのねユニットっめっちゃ難しい <laughs> レポマーかちゃんだよユニット全社にしちゃうよえしたいよもうね公演始まってもう半年くらいか四月あじゃあ リオの初日が4月3日だったんでもう私的にはまあ半年くらいで公演自体は8ヶ月くらい2月23だから8ヶ月くらいかなのでねあとどのくらいやれるのか分かりませんが公演制覇したいですねユニットでもリオピクローズマンダの飲んでないよ今日 <laughs> どうして 飲めましてリリリオピコッップリップ似合うねあ,ありがとうちいねさんあれかなこよちゃんのこところのありがとうございます今日はこよちゃんと違うねてもでもじゃなかったんですよ久しぶりに久しぶりにっていうか初めてだけど一緒にマイクスタンドと生活じゃなそうだよでもマイクスタンドはと友達の若たんがあの教えてくれたんで <laughs> ちょっと知り合いになりましたマイクスタンドの。 うん、そうレーポンのね生誕で初日だったね確かに懐かしい AKB 劇場に出張公演マ,マジ出張公演本当にしたいあの9期生の世代交代前夜公演をやってみたいですみんべんさんはあたりがとうへそたぬきさんもはあたりがとう マッサタカミさんもハートありがとう。ゆうねこさんお疲れスタンプありがとう。あゆかたの犬さんもハートありがとう。ゆかたの犬。<laughs> アミタンとリョピの流れ星コディさがアミタンとはやばいでしょう。さすがにえダイだったら似合うかな。誰とだったら似似合うと思う。リョピその調子で出てたしめでし。でも本当に私絶対できないと思うのがのこころ聞き分けインコなんてみたいな肩超えるところがあるんですよ。 振りでね歌詞なんだっけ聞き分けいい子なんての前忘れちゃったけどこ,こててててててでも分かんないここ何やってんのと思っていつも見てます「これ何やってんの?」と思って <laughs> 絶対できないそこ「こんばんはこんばんは可愛かったありがとう」<laughs> すごいな勢いが。 へそだなきさんハートありがとう休憩休みの手で公園行っておいてくってありがとうそうね本当にあの当日募集で来てくださった方はありがとうございましたもうあの絶対裏馬、ま、今日も埋まらないかなと思ってちょっと悲しかったんですけどまさかね満員になるなんて思ってなくてもう久しぶりにねあの後ろまでペンライトが見えて嬉しかった ゆうぴの可愛さに惚れてしまいそう。惚れてください。お願いします。保護センターに 2, 2番遊びの間違いかけてた。間違いかけてたっけ？どこだろう？なんか今日本当にちょっと間違い多くてそれはすみません。なんですけど、ごめんなさいって感じで。でもあの3番手のポジションももっと極めます。いろんなとこで間違えた方から。<laughs> そう、知り合いになれました。マイクスタンドとは？ くんあすごいこのかわいいくまちゃんありがとうございます10周年のやつあとトケちゃんハートありがとう天なか天なだったらいいかも天な小よりんあたりだったら身長も同じくらいなので流れ星似合うかなって感じゆかたんあみたんあやみあたりはあと誰だろうレイプあたりはちょっときついかな一緒にやったら レジスタンスの寝転がるの見てみたいおすごい2つ同じコメントがねあれはユキノンの醍醐味です醍醐味ですっていうかあのねアピールポイントですねユキノンの <laughs> いないだろう星になってるわからないちょっとねあの今日皆さんハロウィンなんでねあの ハロウィンですね <laughs>。特に何もないけどハロウィンですね <laughs> あ。あ1010周年のやつこれ10っていうのも誠さんありがとうございます。キップマートさんもだるまありがとうございますやみ <laughs> ちゃんがリオビのことお箸って言うてから <laughs> お,弁あのお弁当に例えるならリオビはお箸らしいですあやみ曰く、まあ。使う時に思い出してくれたらなら別に嬉しいんですけど。 クロスの足よく上がってたいや足上げるのめっちゃ練習したので <laughs> 嬉しい誠さんハート,あハートと音符ありがとうリッキーさんもハートありがとう誰もありがとう今度オンライン行ってもいい人見知りですかオンラインオンラインお話し会ですかオンラインお話し会はあの,ぜひあの木曜日にまたあの受付があるのでえっ、ー、と今日火曜日ん今日日日曜日ん 今日何曜日だっけ火曜日あさってかなに、まあ受付があるので、まあ,きあ今日火曜です。ありがとうございます。あの、あさってにぜひオンラインお話し会申し込み、あの、始まるのでね。あの気になってる方はぜひツイートするので、来てください。あ、火曜日、火曜日、火曜日、ありがとうございます。あ、ささってですね、明日は。明日じゃない。こよりに曰く 皆さっでも「ささって」はしあさってだから違うよあさって明後日あさってささってらしいです「アーカイビで早くリフィスタいありがとう「リソラと流れ星」もちょっとちょっと慎重さがねねこさんお菓子ありがとうユけさんートありがとうあユけさん麗なんのユけさんじゃん。 ユッケーさんとかよく <laughs> 言われてるあだ名をつけられてる本当にえっそうなんかさ、まあまあ、今日もあのお見送り会で言ってくれた方かな「静岡のマーメイド」って <laughs> なんでマーメイドなんだろう何ばか,かすしひ一方えわ、ー、分かんないなんかうんうんあ多かったっていうのかなあれなんか見ましたねあ多かったかうん ナンバーは浮かれてますね。みんな。に <laughs> しさんキャンディありがとう。そうそうそう。今日火曜日ですね。今日彼女と見に行きました。めちゃめちゃかくクラスかくあ、ありがとうガールフレンドとあの見ましたよ見ましたよというか見つけましたよ。ありがとうございます。 どうでしたえ彼女さんはあのなんかあれ浴衣のペンライトかな浴衣おしですかけいさんばらありがとう,そう刺さってはしやさって三重の方言なんだへえささってなんかただ間違えてるのかと思った。 キャンマチを巻き追加してたら支配人の金子さんいて今日はだるま持ってきたってなんで知ってるとなんで知ってるのって思った。ダルマ持ってきてたの？うん？金子さんが。さ <laughs> さってえ有名なんだ初めて聞いたよ。こんばんは初ユニットセンターありがあめでたありがとうえクロスね本当にねもう一回やりたい。 えもうやることないかかななやりたいなんかいんつもさ同じさあのポジションもさポジションってか同じ手もでもでもあのテモデもの涙別にあのめっちゃ好きなので嬉しいんですけどやっぱクロスをねやったらね超楽しかった。<laughs> なんかもっと上手になりたいからクロスの。もう一回やりたいな。 刺さってななんか怖いよなんであー刺さってか刺さってってことか <laughs> 確かに言われてみればオンライン少しだけ撮ったけん撮ったからさすがに魅力に気づくすおおくんちゃんありがとう、ね、それは気づいちゃいますねきっとえ本当に来週もう今週かの握手会が楽しみです握手握手楽しみですね ハロウィンカードやたらいないやたらいないレポンが分かったし、あ、そうなの？<laughs> 今日いなかったのに。リオピのね、あのリオピのあのハロウィンカードは結構ねいいデザインになってるなって自分で思います。可愛くできた。リオピのファンクラブ入るかな？あ、お待ちしてますリオピメイトになろう。ぜひリオピメイトはえっ、ー、とみんな優しくて可愛くてあのラブリーです。 そんなラブリーになりましょう <laughs> 頑張ってくださいマカタンが「マリオの静岡弁好き」って言ってたえっでもさいやそんななに静岡弁出るかなあでも、ね、聞いて聞いて最近あの何だろう静岡弁っていうの判明したのがなんかリオっちって言うんですよリオたちのことをリオっちって言うんですよリオンリオンチとか言っててそしたらなんか何も通じなくてちょっとなんか。 リオ,リオたちの番だよねみたいに言うこリオッチっちの番だよね」みたいに「え皆さん言いませんかリオっち」ってな「何何っち」ってなんかなん,なんか伝えるのが難しいんですけどリオっちって言ったら「えオリオっちって何?」みたいに西間にも言われてリオっちがえだからリオっちがあれなんだよねとか言うとなんかリオっちリオっちえっ自分のことリオンちっていうのみたいな。<laughs> <laughs> えー、言わない人もいるんですね。皆さんこんばんは。風呂入って出遅れちゃった。あ、お風呂上がりからこんにちは。ありがとうございます。今えー、何時でしょうか？まだできる？配信12時までできる？12時まで何時？なうえ、もう45分じゃん。終わらなきゃ。 ええー。話足りないんですけど、もうすぐ終わりますか。えー、っと。オーナーふうひとさん、コウモリありがとう。えー、アミペロペロキャンディありがとう。富士山に投げ飛ばす笑った。いや、けど、あれ実はあんま考えてなくて。なんかどうしようかなって思ってて。なんか。みんな結構面白いこと言ってたんで、本当はちょっと可愛い感じで言おうかなって思ってたんですよ。 なんかお菓子作れなかったらお菓子作っちゃうぞみたいな <laughs> でもなんかみんな面白い感じで行ってたからあこれ面白い感じで行きたいなと思ってでも思いついたのがそれしかなくて <laughs>「富士山頂に投げ飛ばします」って言ったら言いましたじゃない確かにでもあのセンターだと前に誰も人がいないからちょっとちょっと怖いです。 プロスめっちゃよかったえありがとう嬉しい配信から見てくれてありがとう初めての吸気性公演で浴衣押しになってましたやっぱり浴 <laughs> 衣 <laughs> に落ちたなと思いましたよだって浴衣かわいいもんもうめっちゃかわいいめちゃめちゃかわいい 自分も気になって刺さって調べたえー、そうなんだそう刺さってはね有名らしいです結構あそうクロスのねセンターのポジションは歌割めっちゃ多いので確かにえなんかさ自分で何で歌ってるとあんまりさなんか歌声ってな,なんだろうなんか 歌ってるからどう聞こえてんのかなって自分が走ってる声と聞こえてくる声って結構違うじゃんだからなんかちょっとね気になるどう聞こえてたのか気になります「肩と突きか行きますねありがとうクロスのような6曲やってると思ってえほんとそうなんかね結構なんだろう先輩からも言われたことがあるんですけどなんか感情がめっちゃ伝わってくるって。 なんかなん感情があの勢いみたいなのはめっちゃつく伝わってくるっていうアドバイスを頂い,いたことがあってでも技術が足りないみたいな <laughs> あのだからあの技術を上げた方がいいよっていうアドバイスをもらったことがあってだからそういうなんだろう勢いみたいな曲それこそ「クロス」とかは結構得意なのかなって自分で思いました。メメ会楽しみ、ね、シャメ会楽楽ししみみ うん、クロス良かったよってあのたくさん言っていただけて嬉しかったです。ありがとうございます日の言い方はへえ、地方によって違うんですねじゃあ他にもいろいろあるのかなふさ,さってかさってとか <laughs> しさってとか水木さん、ペろペろキャンディありがとういまだにアクシのようにしてきたわかる、それなこの,の日の祭り方なあ、日の祭りも確かに あ,れあったカードあったんだひな祭りっていつ ?3 月3日はまだ私公演初日迎えてないねメイトラブリーですラブですラブラブリーラブ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 ラ,ブラブ皆さん明日も早いんですねちょっともう終わり終わらなきゃいけないですねあ言わないんですねリオチってリオンチとかリオたちをリオンチリオチみたいな 直ち <laughs> さんが言ってるのもおもろい直 <laughs> ち<ナオチ笑>、まあ、まこちさんは確かにニックネームみたいになっちゃうか言わないんだえそう「リオンち」って言え「家」って思われるみたいな「リオたち」みたいな言わないのえじゃそれをさなんかあれにすればよかったね執行紹介に「リオンちがどうったらこうったら」みたいな <laughs> 言えたら可愛かったなって今思いました シャメ会一人で行きます今からどんなポーズにするか悩みながらえねえそれの写メ会かいさんみんなどういうポーズがいいかなパベリンはわからないですどういうポーズがいいかなでも本当に定番になっちゃうのが嫌なんですよなんか個性的なポーズをしたいんですよねどうしようかなーって考えます かリオビの会配信爆音で流ししながら運転して帰ったエ、えース恥ずかしいそんな爆音で爆音で流されてたのあのテンション高い配信を大丈夫ですかソルトさん以外誰も聞いてませんでしたか,分かったもんもやってたね配信ラブラ分かったんラブあ終わ,終わりだから不穏の途中歌わなきゃいけないのか <laughs> また来ます。ありがとう。おしあ,ありがとう。さゆきおしのたかひろさん。ゆきの、あ。こよりは、もう、あれは論外で怖いです。歯を抜きますとか言ってましたけど。<laughs> でもね、あの、楽しかったのでね。<laughs> みんな、そうなね。あれでしたね。クロスセンター最高でした。あ、バイマえ、あの、あの衣装着てみたくて、実は。あの、はっと。 ちょっと似合うかなって不安だったんですけどあのどうでしたか <laughs> 着てみたかった衣装です。姉さんめっちゃ優しく教えてくれました。カードには可愛い子こと書いてた何て書いてたの逃亡者んさんハートありがとうクロスでのキックが良かったえ本当ありがとうございます。<laughs> テレテレてれてれデえにゃにゃにちたら変わり者ですか ということレーニャが好きになったらってこといやレーニャはあのめっちゃかわいい子なんで全然変わり者じゃないですよもうあのなん,なんて言うんだっけこういうこと日本語が出てこないんですけどグーです吸キ,キセリオピシあーあありがとうやったぜひ NMB での推しはキュリオピーになってくださーいピポピポ <laughs> あ、あ、料金のことは知してる、ね。ありがとうしょうごさん首都圏出身。とさんハートありがとう。アーカイブね楽しみありがとうねみんなハッピーハロウィンでした。じゃあもうあの終わりますね。そろそろ。あ、え今何分ナウですか？はいナウお願いします。 竜さんお菓子ありがとうございます <laughs> 分かった,見たく帽子落と訳なかったおもろいよねあの帽子落とした事件センターにあ52分ありがとうございます一緒にやってたえあのねポキちゃんのねが撮ってくれたんですよゆきのんがでね指が入ってる写真があってそれを絶対に使いたくてで切りとなんかいい感じに切り取れないかなと思って切り取ったんですけどめっちゃ変な具合になってますねあれはあれはそういう理由です トキちゃんの手を入れたかっただけでだけのためにあんな変ななんか何て言ったろうサイズになってます <laughs> ありがとうございますねレイに、ね、は本当に面白いからあなナウありがとうねじゃあみんなあのね寝てくださいゆっくりゆっくり寝てください取ります痛いので。 じゃああの見しますハッピーハロウィーンお疲れ様ゆっくり休んであありがとうめっちゃ可愛い絵文字がえー、じゃあ13位からいきます13位、えー、西さんありがとうございます12位水木さんありがとうございますそして11位へそだぬきさんありがとうございますそして、えー、10位みんうえんさんありがとうございます そして九、えー、位鉄くんありがとうございます。そして八位アミーありがとうございます。そして七位小山さんありがとうございます。六、えー、位大なふひさんありがとうございます。すごいまさんありがとうございます。四、えー、位はロヒさんありがとうございます。そしてお待って変わったぞランキングが十三位からいきます。十、え、三、ー、位ミーメイさんありがとうございます。 十にてつくん、ありがとうございます。そして、十一位はあみ、ありがとうございます。そして十位、きゃんちゃん、ありがとうございます。九位、お山さん、ありがとうございます。八位、おなふひとさん、ありがとうございます。七位、まことさん、ありがとうございます。そして、えっ、ー、と、六位、えー、ロヒさん、ありがとうございます。そして、五位、え、りゅうさん、ありがとうございます。え、四位、なくうさん、ありがとうございます。 はいえー、3位カフーさんありがとうございます、えー、2位イグネコさんありがとうございますそして1位は純也さんありがとうございます皆さん、えー、公演来てくださった方ありがとうございました当日募集で来てくださった方もあ,のありがとうございましたあ YouTube のあのハロウィンのねハロウィンパーティーの様子も上がってるので見てください では、ええー、皆さん寝てください。うん、こんな夜遅くまで、えー、配信見てくれてありがとうございました。バイバイ、おやすみ。あ、十二時になったら。D. M.、MM、M. 配信が、で、今日の声が見れるので、見てください。おやすみ、バイバイ。またねー。 ーバイバーイ。ラブー